Spellgun. Gust presents.今期から新規参入を果たしたルーキーチームガスト。だが参入を果たしたからには勝てるレースをしたい。そこで決して豊富とは言えない資金でも勝負できるよう一点豪華主義として徹底したマシンの軽量化作戦を打ち出した。さらに加速性能に定評のあるバイリアス重工のワークスエンジン B4 の獲得に成功した。スタートダッシュに全てをかける戦術である。チーム名のような文字通り突風となって逃げ切ることは可能か否か。ベンダバールエステはフォーミュラーハイパードレースに参戦して今年4年目になるが、2年前に1回だけ5位入賞を果たした以外にこれといった成績を残せずにいた。その理由は彼が他のパイロットと比べると気が弱い部類に入るからである。その性格のためサイドバイサイドの競り合いに弱く、それが成績不振につながっているのだ。だが今年は違う。新規参入のガストチームは加速性能を重視したマシンである。スタートと同時に先行して競り合いにならなければ逃げ切ることもできるかもしれない。彼は逃げ足には自信を持っているのだ。去年レース中のクラッシュで戦線離脱したリカルド・アルガンの代役でテストパイロットながらレースに参戦。初出場で7位完走を果たし、その勝負強さを買われて今年ガストチームのオファーを受け正式パイロットへと昇格を果たした。今シーズンはさらなるステップアップを狙った勝負の年になるだろう。エンターテイメント性や競争性の強い競技には必ず悪役ヒールと呼ばれる者たちがいる。そしてゼナム融合もまたその一人である。ゼナムといえば危険な武器を扱う、妨害はする、周回遅れになっても後ろは見ないでコースを譲らないというヒール中のヒールとしてこのフォーミュラーハイパードレースの世界で名を馳せている。そしてチームオーナーでもある彼はマシンの設計にも加わっており、彼の意見が取り入れられたマシンが作られた。すなわちレースに勝つことではなくマシンのぶつかり合いに勝つためのマシンである。フォーミュラーハイパワードレースの名物男といえばこのゼナム融合を置いて他にない。禁止武器は平気で使う、周回遅れになっても後方確認をしないなど非紳士的行為をする典型的な悪役で、パイロットには恐れられているが逆にファンの多さはトップクラスである。なぜなら彼の操縦はレースに詳しくない素人が見てもエンターテイメント性に富んでいるためである。時代は常に移り変わっていく。その激しいレースで一時代を築いたゼナム融合もいつしか参戦メンバーの最高齢となった。近い将来訪れるであろう彼の引退後、彼の役目を引き継いでいくのは自他ともに認めるゼナム融合の一番弟子、ヒールになることを運命づけられたこの男、デビッド・バルザックである。レースを盛り上げるため、そして己の栄光を勝ち取るため、彼は今日もあえて裏街道を歩んでいく。フォーミュラーハイパワードレースは単なるレースの舞台だけでなく、
さまざまな研究の実験場としても多方面から目を向けられている。金属開発の第一人者、明石名重工がレースに参戦したのも新素材の研究の場を得るためである。明石名重工が最も重視しているのはレースの成績ではなく新素材の性能である。ステルス機という誰よりも早く飛行する目的には不向きなマシンを導入しているのはこの明石名ただ一チームのみということからもそれがうかがえるだろう。今年4年目であることと、デビュー以来ずっと明石名チームに所属し続けていること以外にはあまり世間には彼に関する情報は流れてこない。ジョーという名前が本名なのかも不明である。一説には明石名重工研究開発室出身とも噂されているが、全ては闇の中である。エースパイロットのジョー同様、彼もまた謎多き人物である。無論名前も本名かどうかは不明である。以前明石名チームの関係者が彼を影武者と呼んでいるところを目撃されたことがあり、チーム内でも名前が知られていないのではとファンの間で物議を醸した。決して能力は低くないはずだが、通算獲得ポイントはほとんどない。昨年度最終戦、真の必要な攻撃にあったカール・エンデュミオンは攻撃されているというより、まるで何かを確かめるような不思議な動きだったと静かに語っている。ベテランパイロットフリッツ・エクトールが現役で活躍していた時代、オーバルコースを中心としたコースレイアウトは大出力最高速重視のマシンが幅を利かせていた。彼が所属していたチーム C&M もまた同様であった。時は移り変わり、時代はオーバルサーキットからテクニカルサーキットへとシフトしていく。だがそんな中、時代の流れに追従することよりC&M に対抗することのみを追求した一つのチームが生まれた。チームヘクトール。フリッツ・ヘクトールが引退後に創設したチームである。現役時代に受けた恩をレースで返すために、今日も彼らは最高速の限界に挑む。何もない空間に幾筋ものラインを見ることができる男がいるという、エドワード・ミラー。高速、低速、どちらのコースもあまり苦手とせず、テクニックにもこれといった欠点はない。無論それだけで優勝できるほどこのレースは甘くないが、彼は左右だけでなく上下でのライン取りも要求されるフォーミュラーハイパードレースにおいて、一見不利な飛行ラインに思えるラインを通り好成績を収めてきたのである。今年2年目の若手パイロット、もともとこのレースへステップアップする前での評価はブロックをさせたら誰よりもうまいというものであったが、最高峰カテゴリーであるフォーミュラーハイパードレースはそう甘くはなく、ライバルの前に出ることができなければブロックなど全く役に立たないスキルなのだから。フォーミュラーハイパードマシン一機にかかる製造費が年々肥大していく中、低予算低性能でも上昇軍団に一矢報いるマシンを作るにはどうすればいいのか。その答えの一つがこのチームにある。オーナートム・フォークナー率いる新興チームフォークナー。コンパクトな機体、無駄を極力省いたシンプルな構造はどんなコースにも対応できる素直な操作性を引き出すことに成功した。しかしこのマシンが机上の空論に終わるかどうか、それは最終的にはパイロットの腕にかかっている。今年このフォーミュラーハイパワードレースの世界に飛び込んだルーキー、マックス・テンダー。経験がない分操縦は荒削りだが、彼の最大のセールスポイントは逆境になればなるほど燃える熱い根性である。武器を全て使い果たしていても、敵のマシンの方が性能が良くても、
勝機があるうちは決して諦めない粘り強さを持っている。チェッカーフラッグが振られるまで油断のならない相手と言えるだろう。数ある競技の中で激しさや危険性では右に出るものがないというこのフォーミュラーハイパードレースにおいて、出走回数歴代2位、年齢もゼラム融合に次いで2番目という長期参戦を果たしている英雄ウィリアム・チップス。彼の偉大なところは単に丈夫なだけでなく、総合優勝2回をはじめ数々の好成績を収めていることである。そのため人は彼のことを敬意を表してこう呼ぶ、鉄人と。シャルル・マルテル兄弟がチームを起こしたのは今から約25年前、2016年のことである。第1回グランプリが開催されたこの年から参戦し続けているのは C&M ただ1チームのみである。大出力超高速を重視している C&M は、時代がテクニカルコース主流のグランプリに移り変わっていく中、全く変わることなくその信条を貫き通している。2035年の総合チャンピオン、ジャン・ラスコーだが、その翌年レース中の事故で1年を棒に振ることとなってしまった。選手生命も危ぶまれた大事故であったが、しかしその翌年彼は見事にレースに復帰し、ファンからフェニックス・ジャンとの愛称で呼ばれるようになった。手堅いレース運びには定評があり、トラブルに見舞われても確実に立て直すその姿は、まさに不死鳥と呼ぶにふさわしい人物であろう。彼の父ジュリアン・ダルタニウスといえば、かつてベルベットワークスチームにも所属していたことがある名パイロットである。二世パイロットであるダルタニウス・ジュニアも赤品チーム、今はなきバーンズチームなどを渡り歩き、今年で早6年目の中堅パイロットとなった。だが一発の速さにキラリと光るものはあると評判ではあるが、逆に操縦にムラがあり、惜しいところで勝利を逃したことが何度もあり、これまで父のような結果が残せない苦悩のシーズンを続けている。ワイマールは名門貴族ワイマール家の個人所有のチームである。潤沢な資金を持っているこのチームは、他社スポンサーが一切ない唯一のコンストラクターでもある。チームオーナーは女性と言われているが、その正体は明らかにされていない。またこのチームは女性パイロットとしか契約しないという妙なポリシーを持っている。そして今年もまた2人の女性パイロットが男ばかりのレースに飛び込んでいく。デビュー2年目の昨年、同じワイマールチームでセカンドパイロットながら年間3位を獲得した急成長の期待の星、数少ない女性パイロットである。今年は念願のエースパイロットの座につき総合優勝を狙う。だが強敵オヘリア・エンディミオンがトップチームベルベットワークスに移籍したため、最強女性パイロットの称号に黄色信号が点灯している。女王をマリエン・シャルロッテの名にかけて負けるわけにはいかないのだ。少々幼さが残る愛らしい顔つき、温和な性格。今年ルーキーのフィリス・テオドールは女性としては非常に魅力的で、すぐにチームに溶け込むことに成功した。だが劇場家のマリエン・シャルロッテの対極に位置するかのようなそのおとなしい性格は、ともすれば互いを蹴散らしながらしのぎを削り合うレースにおいては欠点と言えるかもしれない。ルーキーゆえに彼女の真の力はまだ誰にもわからない。宝石か、それともただの石なのか、それはグランプリの開幕で明らかになる。
現在最強の名を欲しいままにしているチーム、それがこのベルベットワークスである。2019年から参戦しているこのチームは C&M チームに次いで2番目に古いコンストラクターでもある。 AMAX エンジンとのコンビも今年で16年目の老舗である。最高の誉れ高い最新鋭エンジンフォックストロットを搭載し、この上昇軍団は今年も王座を狙う。デビュー3年目にして総合優勝を果たした若き天才パイロットカール・エンデュミオン。冷静沈着で高速低速どちらのコースでも安定した強さを発揮するそのテクニックを人は芸術品と呼ぶ。昨年度より最強チームベルベットワークスに所属。現在最強パイロットの名を欲しいままにしている。今年の目標は言うまでもなくパイロットランキング2連覇である。彼女の在籍していたチームコンパスは度重なるトラブルとスポンサーの離脱により昨年解散し、それにより彼女もまた安住の地を失った。しかし抜群の成績を誇っていた彼女はすぐに異例の複数チームによるオファーを受ける。そして彼女が選択したのは兄のいるベルベットワークスであった。選ばれし兄弟のコンビネーションはコースの中に聖域と呼ばれる場を作り出していく。老舗にして最強のチームベルベットワークスの開発したフレースベルグ、そして新規参入の新興チームフォークラーの開発したカラドリウスの2機種からなる幻のチームサンクチュアリ。どちらのマシンもあらゆるハイテクや最強エンジンが搭載された最新鋭マシンである。だがグランプリルールの改変に伴って安全面など数カ所にわたってレギュレーション違反になりお蔵入りとなっていた。今回関係者の努力により特別にエントリーが許可された。誰も寄せ付けぬ圧倒的な速度で最後の聖域となることができるか。コードネームフレースベルグ。分かっていることはベルベットワークスチーム所属のテストパイロットでフレースベルグというコードネームで呼ばれていることのみであり、それ以外の全ての情報は記録から抹消されている。ナンバー0をつけた同名のマシンに乗るためだけに存在しているのだ。そしてこのパイロットやマシンの存在はトップシークレットであり、同じチーム内でも上層部の一部のみが知っていることである。コードフレースベルグ同様、名前をはじめありとあらゆるデータが記録から抹消されたパイロット。判明しているのはフォークナーチーム所属のテストパイロットということだけである。コードネームカラドリウス。この極秘マシンのプロジェクトはフォークナーチームの裏で秘密裏に行われており、ピットクルーなど現場の人間は誰一人としてその存在を知らない。